2006年の時のね、こんな太ってましたね。見せてもいいんだけどさ、ちょっと見たらびっくりするぐらい太ってるから、うん、25キロぐらいやってたんですね、うん、今健康体ですけどね、25、6年前だからね。あ、どこだっけ、あ、分割からですね、ごめんなさい、どうでもいい話をしちゃった。じゃあやっていきましょうね。で今日は、これ何、9月5日になりますね。9月5日の、ゼミでありまして、一応論文と担当兼ねてっていうことをやろうと思ってるんですね。で、今日やるテーマは、論記書の方でやってるのが、一つ目がちょっと待ってね、出願の分割っていうテーマですね。出願の分割っていうテーマと、あとはその後やってるのが出願の変更というテーマね、変更というテーマと、あともう一つが、ですね、あ、実用新案登録に基づく特許出願、これで、それとあと侵害系なんですね、4つテーマがあるわけです。でこれについて少し見ていこうかなと思うんですけども、よろしいですかね、まあ、皆さん条文だけでやってもいいし、あるいはまあ、このテキストを持っている方はこれでもいいし、あるいは今日短期層ありますよね、だったらアドバンスでもいいしね、やりましょう。でまず分割からですね、分割ですけど、44条になりますね、44条ね、条文だと44条のところが分割ということになっています。まあ、今年も分割一部出ましたよね、第1問でしたっけ、国内優先権があって分割を強してっていう事案だったんだよね。でこの場合について分割の有効要件ちょっと欠けていたっていう事案だったのね。でその場合について、その分割出願についてどこを持って判断するんですかって、まあ、担当的な問題だったけどね。でそれが、まあ、難しい難しくないよ、ちょっと別として、文章はべらぼう長かったからね、あの問題ね、どうでしょうかというところでありまして、まず出願分割でどんな場合にやるんでしょうね、やるような、やるような、場面ですね、分割やるような場面ってどんな場合にやります、出願分割って。多分趣旨に書いたりするんだけど、どんな場合に分割ってやるんでしょうかね、うん、まあこっちからランダムで当てていいですかね。あと分かんない人もいいかな。で分割をやるような場面ってどんな場面ですかね。ちょっと近くよね。新規性？うん。出願分割する？その場合。受理されなかったら出願が認定されませんって話になるんで、分割って話に多分つながらないと思うんだよね。うん。じゃあどんな場合に分割ってやるかな。出願日は認定されていないと出願分割って言わないのね、出願だからね、受理されてるっていう前提になるんでしょ。でどんな場合に分割ってやったりするかな、分かんない。じゃあ次の方ね、はい、どんな場合に分割ってやったりします、うん、あ、その難しい方だね、それはね、新しい分割の類型の方ですね、じゃない方のフロー、昔からある分割であるじゃないですか、いわゆる44条1項1号分割とかね、あれってどんな場合に普通やったりするの、分割はこういう時にやりますってやったりしますよね。どんな場合に普通やります、分割って。でさらにそういうのもできたって書くんでしょ、書くっていうかさ、まあできた方がいいわけね。で通常だったらどんな場合に分割してやりますかね、分割系列類通知をもらった、どういう系列類通知をもらうと分割ってやったりします、信奉性がなくて分割、あ、まあやるけど、うん、基本的に単位性がないっていう場合については分割ってやりますよね。で単位性がないって話になるとどういう問題があるのかな、ちなみに、うん、料金間の不均衡があるんだね、維持間で複数やってしまって何も連関関係なくって審査官が全部これやるというと大変ですからね。でこういう場合については分割をやったりしますよね。他にどんな場合ある、通常だったらこんな場合であったりとか、あとこんな場合ってありますね。でまだ新しい分割じゃなくていいですよ、よく書くじゃないですか、請求後はこうなっててこうなってこうなってって場合ね、なんか複数あるって場合ね、請求後が、請求後複数個あって、いやこういう場合については分割やってもいいんじゃないって書きますよね。どんな場合ですかね。ただあまりそれ乱用するとちょっとまずいって場合があって、こんなことになりますってのあったりするね、担当だったらね。分かんない、じゃあ後ろの方ね、はい、
拒絶理由ある方が拒絶理由通知ある方を分割に供与してじっくり争ってない方については錯誤調整を行ってしまってすぐ登録査定になるためにやるって分割ってありますよね。そんな場合あるね、うん、あとはどんな場合分割してやりますかね。じゃあ他の方ね、はい、じゃあ前の方ね、分割、新しい分割でも何でもいいですよ。補正できない時に分割をやるね。でそこって僕言ったと思うんだけど論文論点だってのがあるわけですよ。でね、あの最近それ書かないんだけど昔ってこういうのあったのね。請願抗告決定になったと、抗告決定になると仮物権利って発生するんですよ。特許同等なのね。そうなると補正って制限されてくるんですよ。でそれでも分割ができますかって問題昔は通ったのね。大ってこれ分かります？請願抗告決定されるわけですよ。抗告決定されちゃうと審査官の心証としてはいいっていう心証なのね。でもう登録査定になるようなものなんですよ。言ってみたら意義を持って 何もなかったら設定努力になるっていう前提なのね。そうなると当然補正って制限されてくるでしょ。でもそれでも分割によって救済できるんですかって論点が昔出たんですよ、平成7年ぐらい。で聞いてる段位はいや分割って補正の一種じゃないってことを聞いてるわけですよ。でその時に補正ができない時に分割やって脱法ってやっていいんじゃない、やってもいいんですかって聞いたわけですよ、当時の問題ね。でそれって似たような場面って確かにあるよねってのは僕言ってるわけね。どんな場合ですかね。パテント載ってるの見たことあります。同じように言ってるところはね、やっぱり問題意識は似てるかなと思ったことがあって、今言ったよね、あの拒絶理由では応答できない、拒絶理由がやってきて補正で応答できない場合について分割をやりますと。どんな場合ですか。同じ方でいいわ。拒絶理由がやってきたんだ、あの登録査定とかないですよ。拒絶理由がやってきたんだ、だけど補正で応答ができません、だけど分割でやるならばできる場合があって、でその時の問題点とかその問題の解消ってどうやって書くんでしょうって話になるんだけど、どんなことを書くんだっけ。これ基盤を決まってるから覚えろって僕言ったと思うんだよね。決まってるパーツなんだから覚えると。あと論文ってね、決まってるパーツはもうパッと見た瞬間書けないとダメなんですよ。考えてはダメなの、そこって。あの小旧司法試験って論証パターンってあったんですよ。論証ブロックね、あれも覚えるんですよ。パッと覚えてもう見た瞬間書くのね。もうでそれができないとめちゃくちゃ時間かかるのね。どんな場合だっけ。拒絶理由がやってきて補正できないんだけど分割だったら救えるって場面あるでしょ。2つくらい僕言ったと思うんですよ。なんかどんな場面、まだ登録査定になってるとかそんな話ではないんですよ。聞いてるのはもっぱら一号分割のこと僕が聞いてたりするんですけど、どんなことかな。どこん？ 4 号、あ、そうそうそう、14条2の4項ね、シフト制ね、うん、で拒絶理由通知がやってきたんだ、で今審査対象になったりクレームがあって、で新規事項の追加じゃないんだけど下から上げようと思ってるわけね。上げると新規事項の追加ではないんだけど単位性がないならば補正できないじゃない。で趣旨は何だっけ、なんで補正やってはいけないの。新規事項の追加ではないんだよ。ということは第三者って不利益はこうもらないわけですよ、間違いなく。上級者としたって不利益はこうもらないでしょ。だけどやってはいけない、昔そんな規定はなかったもん、僕の頃って受ける頃ってないもん。でも今入ってるでしょ。でその趣旨はどこにあるんだっけ。それ書くね。でも分割だったら関係ないって書くんだけど、あのどういうことかな、なぜシフト制ってやっちゃいけないの。うん、そうね、料金間の不均衡とか単一性の問題があるのでってことね。それを脱法することは良くないのでできませんって書くんでしょ。だけど分割の場合であるならば問題ってないんでしょ。なぜこれはないの。新しい請願であって料金間の問題ってないし単位性の問題もないからってことを書くわけだよね。だからやったとしたって脱法にはなりませんって書いて展開するんでしょ。もうこれ決まってるフレーズだよね、とこね。であるいは他にあるじゃないですか、もう一個ね、同じような話って、今シフト制の違反の話をしたよね。もうこれはダメったらしになってる。ちなみにシフト制違反って何理由ですか。拒絶理由、他には拒絶理由ね、他には最後の距離の時にこれやってしまったらどうなの。補正却下の対象ね、補正却下の理由ね。他には設定登録になりました、設定登録になった後それが見つかったっていう場合ね、この場合についてはどうなるんですか。
あ、次の方でいいじゃん。はい。あ、抜かしちゃったっけ。わかる。いい。じゃあ次の方ね。じゃあ後ろの方、はい。設定登録になった後に、僕はね、重大事項2の4項違反って見つけたんですよ。この場合って何理由なの？未効理由になる？ならないって聞いてんの。ん？重大事項2の4項違反だよ。4項違反って、ん？だって趣旨が、あれよ、単一性を守るためにやってるんでしょ？ということは単一性って言われてくるものはそもそも未効理由になるのかなって考えてる、その時。考えるの。そもそも、あの単一性を守るためにシフト性違反ってやってはいけないってことになってるわけ。ということは単一性って無効理由だっけ？ならないよね。それは無効理由ではないし異議理由でもないのね。分かった場合ってね、まあそれはいいんだけど、あとさっき言ったことね、合わせてなんだけど、休日理由通知をもらったと、補正できない場合について分割やるんだって定型的に書くでしょ。一つはシフト性だよね。あともう一個何からでしょう。どんな場合？僕はこれクレストに書いたと思うんだよね。2つぐらいね。どんな場合かな。最後の休日理由通知がやってきたんだぞっていう場合はどうなるんだっけ。最後の休日理由通知がやってきたんだ。そうなると補正ってどうなるんだっけ。クレームの場合まず。あ、いいよ、うん、え、結果、いや、まずさ、あの補正ってどういう制限があるんですかって、これとこれとこれだよね。3項、4項、5項、5項ね、5項とあと6項で、5項の場合なんだけど、5項の場合ってどんな目的になっていた。見ないで言える。5項違反って担当だよね。削減、削減やってもいいけど普通厳粛って言ってるよね。多分厳粛だけど、こういう厳粛じゃなかったらいけませんって言うんでしょ。どんな厳粛なの。だっけ、全部で3つあると思うんだよね、要件ね。括弧って書いてある3つあって、称して限定的厳粛って言うんでしょ。よくね、3つあったよね。3つ要件覚えてます。3つ以上、まず限定的な厳粛だよね。うん、うん、利用分野は同一、解決課題が同一っていうところの3つだよね。この3要件ないと限定的厳粛にならないんだよね。で、これはなぜそうなってんの。ちなみになぜそれじゃないといけないの。じゃあ次の方ね、なぜ限定的厳粛じゃないといけないの。うん、うん、うん、そうだね。審査官の手むしろ処理ができないと審査が遅延するからですってことになってるわけでしょ、ここね。まあそうだよね。あとちょっと本当はそこから行きたいんだけど、あとどんな理由が、どういう制限があるんだっけ。5個、今それはクレームの限定的厳粛だよね。他にどういう目的だったらいいんだっけ。簿記の訂正、語訳の訂正はできないんだっけ。まあ書いてないね。まあ、できないっていうのは一般的かもしれないね。で、あとは他には、うん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 、直すね。その場合ね。で、そういう場合じゃないとできないのね。うん。で、そこなんだけど、まず聞きたいけど、語気の訂正でないといけないっていう理由はどうして。訂正審判は今日やらなかったけど、語気語訳の訂正と書いてあるわけですよ。でもここは語気の訂正しか書いてなくて、語訳の訂正がないんですよね。なぜこれやってはいけないの。うん、だって さっき言ったのがさ、あのいわゆる審査官の手むしろ処理をしたいんでしょ。だけど語訳の訂正って話になると手むしろは全くない状態になるので、一からまた探っていくんだよね。そうなっちゃうと遅延って問題が起きるからできないでしょ、語訳の訂正って。
訂正審判も登録になっちゃってるから関係ないんですよ。早く処理をするっていう趣旨からすると全く関係がないってことになるから、保釈訂正やっても良いのね、そこはね。あと命令内規制の釈明についても刑事に通じに示すって言われてくれるものも似てますよね。そこから解くのね。じゃあちなみに誤行違反って何理由、誤行違反目的違反だよね。目的違反で補正やっちゃった、最後に刑事理由通知とかさ、ないしは最初なんだけど52の通知がやってきたっていう場合はそういうのがあるんでしょ。でこれって何理由だっけ、誤行違反何理由、理由としてはん、何、補正欠陥対象ね。で亀裂流になる、亀裂流にはならないね、あくまでも却下の対象ということになるよね。あと6項についてはどこを見るの、6項ってどういう目的で補正やった場合について見るんですか。で次の方ね、どういう目的でやった場合、うん、限定的厳粛やった場合について独立特許権で見るんだよね、うん、そこね。でこれはもちろん亀裂理由だし無効理由だし偽理由だし、まあ理由は何かっていうのはこれそれによって変わるんだけどね。あとは補正欠陥の対象にもなるぞってことになってるんでしょ、どこね、なってる、うん、でそれでさっきの話だよね。でそういう目的で補充訂正したいんだけどできないってことがあるわけね。ただ下に書いてある内容は新規事項の追加でも何でもないんですよ、あげてもよい、うん、でさらに言うならばシフト制限でもなかったんですよ。で負けてしまうならば限定的厳粛等ではないっていう場合ね、外的負荷っていう場合については上げることはできないんでしょ、それ補正ではね。でもこの場合でも分割であるならば対処ができるんだってことになりますよね、分割であるならば。でこれはなんで許容されてるの、下に書いてあるわけですよ、分母に分母に書いてあって色分の1となってるんですよ。で労働を上げることによってシフト、あの新規事項の追加ではないね。でさらにイトロは単一性があるんですよ、でさらにロは E プラスアルファなんですよ、厳粛でも限定的ではないので、上げてしまうとダメなんでしょ、補正欠陥の対象になるぞってなるわけですよ。でそこで補正できないので分割をしてロを権利化したいって書くんでしょ。でもこの場合についてはさっき言った問題ってあるわけでしょ、分割は補正の意思と言われているんだ、だから44条1項1号においては補正の大きい時期じゃないとできないという規定があるわけですよ。だけど分割やれば救済できるって言ってるのはなぜなの、うん、料金間の不均衡はシフト制だね、うん、それはシフト制の話だよね。僕聞いてるのはあのいわゆる単一性も一応あるわけですよ、イトロ異分の色分の1って書いてあってロを上げることによって新規事項の追加ではない、イトロは一応単一性があるんですよ。でもローが E プラスアルファらしくって限定的厳粛ではないっていう前提ですよ、外的負荷ね。でこれできないでしょ、上げちゃうと。でそこで分割をやるってこと言ってるわけね。でこういう場合はなぜこれ許されてるのかな、うん、それは新規集め交換代執行なんだけど、あのもともとなんであのいわゆる補正ではそれやってはいけないの、審査が遅くなるからでしょ。でも分割の場合は審査が遅くならないの、遅くならないんだったらやっても良いってことになるね、うん、原則が変わらないからね、うん、で分割について新しい質が見直すだけなので、まあ、全体的に長くなるかもしれないよ。でも当該質がについては手持ち処理ができるんで問題がないってことね、まあ、それを書けばいいのね、書く場合って、うん、でこれが一つね。でそんな場合についてやるんですっていうところと、あとは登録査定になってしまった後も分割ができる場合ってあるんでしょ、うん、これこんなこと昔はなかったよね、条文ねないだけど今できた。でなんでこんな規定があるのかな、44条1項2号かな、そこに規定があったりしますよね。なぜこんな規定が入ったんでしょう、次の方ね。おお、どっちですよ、はい、うん、というか例えばね、なぜクレーム化しなかったんですか、請願書面に書いてないと分割できないもんね、十分に検討をせずに、うん、そうだね、十分に請願しなくて検討した、それも新しいあの新規的な先駆的な集めであるほどこれ十分に検討しなかったんですね、
おそらく町から何か言ってくるかなと思ったら登録査定になってしまってと、登録査定になってしまうと補正できないもんね。ってことは分割をするんだってことになるわけですよ。分割をするしかないってことになるよね。でその場合についてできるようになったのが44条1項2項でしたっけ、はい、ちょっと待ってね、44条の分割結果だね、44条の、1項2号ですね、1項2号。ただしこの場合についても括弧に書いてあるようにできない場合がありますよって聞いてくるわけですよ。これが本試験ね。なんかと論文ワイドでやったらですね、できない場合があると。でどんな場合はできなくって、なんでこれできないのかなってことを聞くわけですよ。では次の方ね、一番こっちの方、どんな場合できないんだっけ。登録査定になりましたと、登録査定になったとしたってできない場合がありますってことになるんでしょ、カッコっていうとこね、まあ、これが二十何年かなんかに聞いたのね、本試験では。でこれはなぜできないの、まず163条第3項って言ってるのと160条1項と言ってるのはどんな場合なんだろうね、カッコに書いてあるって。163条第3項は前置審査だよね、前置。だから最終的には査定が出るんだよね、査定、登録査定になってしまった。あるいは160条の第1項というのはどんな場面だっけ、まあ、短期性言ってないけどどんな場面、160条の第1項んじゃないよ、審判、中立査定になってしまって審判請求を行って審理をするわけで、審理をするならば通常であるならばどういう審決を下すんだっけ、請求任用か請求棄却って事案するわけですよ。これは原則なのね。しかし審査が一審と指定がないって話になるならば差し戻しってことをやるわけね、差し戻し審決ね。で差し戻し審決ってできるって書いてある、それともしなければいけないって書いてある、どっちですか、見ないで答えて、監督なんでするって、できる、なぜできるので、僕これを鍛えたいんですよ、この感覚、この感覚鍛えればできるんですよ試験って。全部覚えない、これ不可能なんで感覚が絶対必要なんですよ。なぜできるって書いてあるの、僕さっき言ったよね、それさて副審判を請求しました、請求企画、請求任用は普通なんでしょう、でしょ、事犯が普通ですよ。でももう一回審判に戻してって例外なんでしょう、そんなものね。ということはこれ裁量に決まってるわけですよ、だったらできるですよ。でこれ担当したことがあったね、しなければいけないんですかと聞くんですよ、わけないじゃないそんなもんね。それはできるに決まってるわけ、差し戻し審決ってできる、裁量になってるの160条って。で戻るよね、で戻ると通常であるならばどういう査定になるのかな、反対だから登録査定になるっていう可能性が高いのね。でこの場合は分割ができないんだよね、あるいは前置審査の場合についても分割はできないって書いてるわけですよ。でなんでできないのかな、同じ登録査定じゃない、そう、その前にくしゃくしゃも町から言われてるんだよね、その時応答すればよかったっていうだけよね。だって場面はいずれもこれ強制定になってしまったのでっていう前提よね、前置も差し戻しも当然応答に書いて腐ることあったわけですよ、あと審判請求やってるんでしょ、だったら当然ね今更分割なんかやんなくったっていいじゃないってことになりそうだよね、だからできないのね。でそれを書いて当てはめをすればよかったっていうだけの問題ね、その時の問題で。さらに今度は3号分割だよね、3号分割で、3号分割はでなぜこんな規定が入ったのかな、昔こんな規定なかったですよ、なくったって特に問題がないじゃない、だけど入ったので、なぜこの規定って入ったのかな、3号分割ね。で次の方ね、3号分割はなぜ入ったの、分割で終わりそうだね、で終わってしまった、これでも一応論述のことについて終わったってことになりそうだけどね、なぜ3号分割入ったの、だって別に1号分割はできなくない、これやろうと思ったらさできるよね、補正できるとき引かないって書いてあるんだからやればできるじゃないですか別に、だけどいや3号分割入ったんでしょ、これ僕の時ないもん、この試験の時ないもん、1号分割がないもん、当時
だから昔から文化財保全主義と言われてるって覚えたもんですよ。確かに時期同じだからね。じゃあなんで三号文化財規定が入ったんでしょう。分かんない。では一番前のことね、はい、戻ってきました。はい、なぜ入ったのでしょう。分かんない。あ、じゃあ次の方ね。うん、そうです、うん、そうだね。だって本当に一号分割であってできなくはないね。ただしこのためにわざわざ協力された副審判を請求するんですよ。でそしてどうせその瞬間に補正できるんで分割やるってめんどくさいことやるわけね。それを免れたりわざわざ審判請求しっていうのがこれする必要性ないんでしょう。だったらしなくても分割ができますよってなったわけですよ、ね、だから期間って似てるのね、すごくね。個性距離差で副審判の期間と同じ期間になってるね。3月間と書いてあるわけ。ただ今日聞かれたんだけど最初の査定等法のって言ってるの最初ってこれ何、で最初じゃない場合ってあるんでしょ。この場合できないんだよね。この場合ってできないよね。で最初って書いてあるから最初しかできないんですよ。で決裁って二度来ることってあるんですか。拒否通知あるよね、二度もね。だから最後の拒否って言うじゃないですかね、やりますよね。でも拒否って二度来る場合ってあるんですかね。でその場合は3月間できないんでしょ、もうそうなった場合って。じゃあ次の方ね、じゃあ次の方、はい、ね、3号は最初の拒否査定等の送達があった日から3月って書いてあるんだよ。拒否、はい、査定って2度来る場合ってあるんですかと聞いてるの。はい、どんな場合ですか。再度どういう場合だったら出るの拒否査定って。拒否査定になって審判請求してそして差し戻しになるんでしょ。で差し戻しになって再度拒否査定ってどんな場合出るの。通常は出ないと思うんだよ。通常は多分登録になると思うんですよ。新取り訴訟と似てるよね。だって状況と下級の関係じゃない。審判でダメって言われて戻ってきた以上は当然拘束されますよね。逆の査定になるの決まってる普通は。それがあったら状況と下級っていうことを構造を取ってる意味が全くないしね。新取り訴訟と似てますよここって。じゃあどういう場合だったら再度拒否査定で打たれるの。あるんでしょ当然。あの変衣装の変更の時もこんなことあったね。書いてあると思うんだけど読み飛ばしちゃったけどさ、で最初って何ってその差し戻し審決になった後にもう一回査定拒否査定になる場合ってどんな場合なの。差し戻し審決と言ってるんだったら拒否査定が出ていて審判請求して審判官合議体が見て戻すんだっていう審決を出すんでしょ。で戻ってきて再審理で通常だったら登録査定になるに決まってんのね。上級下級の関係だから。でももう一回拒否査定になる場合って何って聞いてるわけですよ。どんな場合ですか。あれ大丈夫ですよ。うん、そうですね。あの新しい理由等を見つけたって言って査定になるのはいいんだね。同一理由とか同一証拠であの同じ査定は下せないんですよ。で別の証拠を見つけてきたとか理由を見つけてきたって話になれば査定書いてもいいんだけど通常だったらなかなかもう見つからないよね。相当経ってるからもう全て見つけてきて多分査定書いてに決まってんのよ審判って。だ通常だったら登録になるって話になるんだけど高齢化の場合例外的な場合って書く場合ってあるんだよね。なるということになりますね。でこれが3号なんでしょ。で戻ってきた差し戻し審決で拒否査定になってしまった場合については3月間でも分割やってはいけないんだよね。書いてある通りね。これいいんだけどじゃあってね、あの前聞いたんだけど拒否査定の等を受けたっていう話になるならば1号分割も3号分割もできるわけです。でどっちを選択しますかね。するんだったらと代理人だったらどういう話をしますかって多分聞くに決まってるわけですよ。でどう違うの。ん1号分割は何。1号分割を選択する。それどうして。3号の場合ですと、
要件課長、要件は課長されないと思うよ。審判請求する必要性もないしね、お金もかからないしね、3号分割って別途出願するってだけだから、まあ、その出願費用等かかるけど別に審判請求する必要性もないしね、お金はどっちかというと最後のかかんないのかなって思います。でも違うんでしょ、どっちを取るかによって1号分割と3号分割って、ね、金かかるのは通常だったら多分1号分割ですよ。で3号分割はあまりかからない、全くかからないわけではないけど、ね、別途出願費用かかるし、あと審査請求手数料も別にかかるでしょ。これも1号分割も変わらないわね、言ってみたら。でもさらに審判請求費用ってかかるわけな、かかるのが1号分割ですよ。だけど1号分割がいいっていう理由はどこにあるんですか。であと理由です、選ぶんだったら。それは言えと、当初明細書の範囲でできるのはどっちですかね。1号分割で、1号分割はなぜ当初明細書の範囲でできるんですか。審査基準に書いてあるから。そんなの関係ないよね、法律の解釈だからです。でどうしてそうなるので、審査基準は特許庁の公権解釈なんで、法律の規定に基づいて多分解釈してるに決まってんのね。なぜそうなるの。で3号分割は直前明細書って言うでしょ、よく。だけど1号分割は当初明細書の範囲でできるんだって言うんですよね。でどうしてそういうことになってんのかね、まあ、審査基準に書いてあるのは確かにそうなんだけど、ね、でもそれはあの理屈にならないわけですよ、なもの。どうしてそうなってるの。審査ができないかね、うん、違うな、そこね。では次の方ね、はい、なぜそうなってるの、分かんない。じゃあ次、はい、前ね、うん、補正ができるできないというのはどう違ってくるの。補正ができるってことになるとどうなってこうなってっていうんだよね。でさらにそこからも分割ができたりするのはどこが根拠でできるんだって書くのね。うん、新規事項の追加じゃなければ補正が一応できるってことになってるんで、審判請求を同時にやるならば一応補正やるかどうか別として概念上は入れること可能なんだよね、一旦削除したこともね。ただそれはどこに入れるんですか、どこに。特許請求内に入れること可能なの、こういう状況になってればいいって。一旦なくなってしまったことについてクレームに入れること可能なの、この状況で。多分難しいと思いますよ、おそらく入れちゃうのって。では次の方ね、はい、どこに入れることは一応想定されちゃうの。分母、明細書ね、明細書に入れることは可能なんですよ。で明細書で分割ってやってもいいの、やってもいい。どこ根拠、根拠は、うん、うん、まあそうね、44条のところを見るならば1個柱だっけ、そこにかかると書いていない、で2つ以上と書いてあるんで出願書面全体だ、例えばいいよね。だけど、44条のところを見るならば、2条の発明をと言ってるんで、発明といった場合は36条5号だっけ、同じ言葉が書いてあるんですよ、これクレームっていうものね。でそうなると説割れるわけですよ。でそこで最高裁判に行って争ったのね、できるかって割れますからね。書いていないってことはそうやって読めるかというと読めないかもしれないのね、まあ、間違いではないし、あとは強いて言うならば新規集め公開の対象が特許の対象になるって言えばいいんだけどね、まあ、そうなんだけど本当の根拠はどこにあるのかね。パリだね、パリ4条 G 括弧にね、あそこ、あれいわゆる自発分割って読めなくもないけど、あの4条 G 括弧1は審査主義国の 審査主義国の分割なんでしょ。で審査主義国ってどこに対して審査をするんでしょう、当然クレーム。 G 括弧にはそうじゃなくってそれを立って読むことも可能なのね。でそうなる。でそれなんか担当で聞いたよね、4条 G と同じような形になってますかと、担当式試験ね、まあ、それを聞いたのかなと思うんですよ。
だったら一応分母に入れて分母から分割することは可能だよね。可能で、そこから分割した場合って何か手続きっているのかな。明細書から分割やったとか、明細書から分割やった何か手続きいる。手続きいる、いらない、いらない。でクレームから分割やった、いる、いらない、いる。なんで違うの。うん、そうだね。いわゆる39条は被害人同士でも適用されちゃうんだよね。でも明細書から分割ねって話になるならば、39条関係関係なくって肉の2でしょ。肉の2の場合って被害人同士の場合については適用関係ないし、被害人同士の場合も適用関係ないし、初めて同一の場合でも適用関係ないから関係ないんですね。何もする必要性がないというところだよね。まあそれ一応分割ってことになるんでしょうかね。でどっちを選ぶんですかって多分聞くに決まってるわけですよ。このところできる場合、3号分割も1号分割もできる場合についてはどうしますかとまず聞きますよね。でさらに今度は分割をやりましたと、この場合の効果ってことになるわけですよ。効果、効果ね。で2項に書いてあるね。で前項の出願は場合は新たな特許出願と元の特許出願、新たな特許出願は元の特許出願の時にしたものとみなすんだと書いてあります。訴求するんだよね、分割って、ね、ただし以下の場合については訴求しませんと書いてありまして、2つぐらい書いてあるわけですよ、うん、でこれをまあ一般的にいくわけだね。29条の2の、ね、他の特許出願としては訴求をしませんとなるわけですよ、ね、でこれなぜ、これなぜそうなってるのかな。これ多分3つ聞いてくるよね、担当だったらね。3つすぐパッと頭に浮かびます。ここだけ見た瞬間3つ、29条2度の関係で3つ担当問題ってあったはずなんですよ。パッと見た瞬間、29条2度の他の特許出願としては訴求しないの、しないね、うん、だからそれは新しい特許出願の場合は訴求しないんだよね。分割した元の特許出願の場合はどうなるんだっけ、いつも判断するんだっけ。分割の元の出願ですね。俺最初の日だよね、最初の日だよね。で他の特許出願じゃなくて当該特許出願の場合は訴求するんだっけ、するよね、する場合があると。でなんで違うのかな、両者って。まず肉道2の他の特許出願としては新しい特許出願は訴求しないんでしょ。訴求しない、ね、実際上の出願の日をもって以降じゃないと抗がん排除後ってないんでしょ、うん、だけどあの当該特許出願としては訴求するってことになるのね。反対解釈ってことになるんだけど、なんで違いってあるんでしょうかってことです。これはどうしてなの。うん、新規事項が可能、追加される可能性があって訴求されちゃうと困るからってことになるよね。でもそれってあの当該特許出願の場合だと同じではないの。でも当該特許出願の場合については訴求してもいいんでしょ。うち訴求するって普通習うでしょ。でどうして違うの。そうかな、他にはいません。誰か理由言える人いません。違うな、うん、ピッとこないな。あれ言わなかったっけこれ、ね、だってこれ分割要件でいつもって判断するの。ちなみに誰が判断するの。分割要件って審査官でしょ。で他の特許出願って審査官判断するの。審査対象になっていないのよ。当該特許出願は審査対象よ。そうなると訴求しちゃうと困るんだよね。でも当該特許出願はこれ査定を迎えるんでそこで判断されるわけですよ。有効だったら訴求すればいいのね、全然構いませんって話になるんで、判断するわけではないんですよ他の特許出願って。でそこで新しいこと入れてしまって訴求しますって書かれちゃうとまずいんでしょ、どう見たって判断してるわけではないから。
でもタロ特許出願は審査対当業当該特許出願であるならば審査対象よ、それって。でこれ見るわけですよ、39条を含めて。ただ前提として文化条件まで見て判断されるわけですよ、39条関係って。なかったら訴求しなければいいだけのことですよ。だから問題がないんですよ。で違うのね、それぞれね。いつもって判断するんですか、誰ですか、審査官で、審査官はどういう対象について判断するんですか。当該審査の対象になっているものじゃないと審査官って判断しないんでしょ。であれば、あの他の特許出願だったら審査対象になっているわけではないから上がってしまったら困るわけですよ。でこれに対して当該特許出願って審査対象になるんでしょ、査定時を迎えるわけですよ。であればこれ判断できますよね、その時追って持って判断しちゃえばいいんですよ。あの訂正の請求と似てるね、無効審判の訂正の請求されました。昔々だよ、先に訂正請求で見ていたんですよ、有効かどうかって独立に。でその後でじゃあそれを前提としてあの無効理由があるかって見ていたのね。でも今そうやんないでしょ、ね、無効審判請求された請求以降について訂正請求やった、この場合については訂正の書き場に含めて無効審判の最後まで判断して終わりってことになってるね。そこで昔は違うんですよ、例えば全てまず訂正の書きをまず判断するんですよ、全て。で一応有効だっていう前提で次無効審判の審理に入っていたのね。今違うもん、も含めて全部これ見てるわけですよ。で早くなったとか言うんでしょ、ね、二度やんなくてもよくなったって言うんですよ、まあ、それはね今の試験に関係ないけどね、今の試験に関係ないけど、うん、でそれが2項でしょ。でさらにこれなんだっけ、ね元の出願で新規性訴訟例が受けてるんだね、手続きとしては。でこれ訴求しないって書いてあるんだよね、訴求しない、訴求しないって書いてあるんですよ。でこれなんで訴求しないのかね、訴求しちゃうと困るのかね、これ昔聞かれたことがありますよ、訴求しちゃったら困るのって。これ訴求しないんでしょ、30条3項については訴求しませんと。で訴求しちゃうと困るんだよね、でなんで訴求しちゃうと困るのかな、で現在どうなっているのかな、それとの関係でどうやってこれ理解するんでしょうって多分なのね。ここね、で訴求しちゃうと困るのかね、これどう、これも授業で僕言わなかったのね、めんどくさいから。正直言うとこれ説明すると長くなるんですよ、結構。で訴求しないって書いてあるね、条文上は訴求しませんと、30条3項については訴求しませんと書いてあるわけ、条文上は。で訴求しないんだね、そうなると。じゃなぜ訴求しないのかな、では次のこと。分かんない、じゃあ次のこと。なぜ訴求しちゃいけないのかな、もともとの出願は規定が同時だから、もともとは新しい出願をし直した場合については再度手続きをしなかったらいけなかったらね、訴求しちゃうとできなかったのねっていうのがあるんで訴求しませんってなってるんでしょ。まあそれは原則ね、わかる、訴求しちゃうともうできなくなっちゃうんで訴求しませんってなってるわけですよ。でもちょっと待ったって人がいたわけですよ、ね、今あのヨーロッパで活躍している弁理士の先生ですよ、分かった方、ヨーロッパでアメリカだ、独立してますよ、ね、まあ、そういう方に聞かれたことがあって、でも変わったよねって言われたんですよ、規定が。だってやんなくてもよくなったじゃんって言うじゃないですか、昔はやっていた、今やんなくてもよくなったんで、なんでこんなこと書いてあるんでしょうかと聞かれたわけですよ。どう答えます、その場合。昔はやっていたわけですよ、やっていた、確かに一個一個やるわけですよ、でしょ、別出願なんで、現出願でやってるとしたって分割出願でもう一回新規性訴訟例外手続きをやらないと救済できないもんね、そこでやっていたわけですよ。となると訴求しちゃうと困るんだ、理屈はわかるわけです。で今はやんなくてもよくなったでしょ、現出願でやってるんだったら、じゃあなんでこの規定で残ってるのって聞かれたんですよ。なぜですかね、そうね、本来は出すんですよ、もともと出すんだけど、ユーザーフレンドの検知から出す必要性がなくなったと言ってるだけなのね、出せるんだけど出せる状態じゃないとみなし規定にならないのね、
だからこんな規定になってる。もともとは出すわけですよ。出すんですよ。出していたの。もともとね。だからこういう規定がまずあるわけ。うん、でも、なぜ出さなくなったんですかというと、手続きの負担の軽減だよね。ユーザーフレンドリー。同じものを出したって仕方がないっていうところでなくなったんですよ。で、そこで、みなし規定になったのね。出す必要性はない。でも出すとみなさないとまずいわけ。本当は出すんだから。でそこで訴求するって話になると出せるっていう状態がなくなるんですよ。だから訴求しませんと言ってるわけね。なんとなくわかる？言ってることは。だから今これやるとどうなるのっていうと、前も言ったよね、いつ出したものとみなされるんでしょう。いつ出したものとみなされるの、この手続きって。元の質感と同時、新しい質感と同時、どっち担当出るよね。新しい質感と同時に出したものとみなすんだよね。もともと出していたからっていう前提があるから。でも長は聞いてくるね、担当問題で元の質感と同時ってなるんでしょうか。分割は訴求するもんねって言うんですよ。でも違うんでしょ。もともとはもともとそっちに出してたのね。出してたのよ。だけど面倒くさくなったんで、まあ、ユーザーフレンドの検知から出さなくてもよくなったと言ってるだけなんですよ。であるならばこういう規定がないと困るわけですよ。でそこでってことね。ここね、なんとなく分かっていただけたでしょうかね。ここね、はい、じゃあ2項でしたね。2項ね。であとですね、まあ、3項はいいとして、そうですね、あ、これ4項さっき見たところだね。見たところ、そうですね。あとは分割関係であるならば何を聞いてくるかな。特にないけどね、分割って、まあ、時期とあとどんな場合について使うんですかというのは多分メインで聞いてくるんでしょうね。論文ならね。また担当であるならば時期的問題、時期的問題で分割の乱用って問題があるんでしょ。50条の2ってきてね、これ何でしたっけ。50条の2、これ来ると途端に変わるんだね、補正できる範囲がね。でやってしまったら違反した場合については却下になるってことになるんだけど、どんな話なの。50条の2ですよね。これどんな話ですかね。分割の乱用の防止が趣旨なんでしょ。分割の乱用防止っていう趣旨よね、趣旨的にはさ。でどんな話なの。50条の2ってきて、大丈夫、あ、言える、言っていいよ、あ、言える、どっちでもいいんだけど、亀裂流通帳をもらって、新しい質感になるので、そうね、分割を行うと新しい岩盤等をついて新しい質感になるの で、また別に質感になるんだよね。で、本当から言うと同じ理由でまた亀裂流をもらったとしたって、一応表題はファーストアクションってことね。となると広い範囲でやってもいいんですかというと、ってなるんでしょ。脱法だよね。分かっていてやったんでしょって話になると脱法。この場合についてはファーストアクションと一緒に50条の通知ってやってくるんだよね。そうなると補正できる範囲ってめちゃくちゃ被災狭くなるんだぞってことになるんでしょ。狭くなりますよね、ここね。で最後の亀裂流と同じってことになりますよね、ここね、なるということになりますけどね。で補正、最後の亀裂流通知の補正を行って補正違反の場合とね、この場合ってどうなっちゃうのかな。補正違反ね、17条の2の3項4項5項6項違反だよね。この場合って特に3項4項6項であるならば本題だったらこうなる、しかしならないってことになってるね。重大条の2の3項4項6項違反だったら本来はこうなるんですよ。だけどならないってことになるね。でこうなってこうやって処理しますってことになっていて、どうなるんでしたっけ、このくだり。では次の方、本来は亀裂流通知が来るんだよね。3項違反、4項違反、または6項違反ね、まあ、亀裂流通知がやってくるんでしょう。だけど来ないんだね、補正却下の対象になるだね。で補正却下の対象に なるのはなぜそうなるの。
そうね、そこの話はいいとして、あの最後の距離がやってきた時に補正違反14条2の3項4項6項違反だったら、本来は規律流通知がやってくるんでしょ、やってくるんだけど、そうないないで補正却下になるっていうのはなぜそうなるのかなって単純に聞いてるだけです。本来規律流だよね、17条2の3項4項6項違反って。通常これが来るんだけど、これ来なくって補正却下をするしなければいけないってことになってるのね。でそれはなんでそうなってるのかな、なぜそうなってるの。特許大体そうだよね。でもまして特許もさ、衣装と商標と同じように用紙変更の補正はいけませんと言ってたのよ。用紙変更結構広い、特に衣装と商標と違ってクレームって文言解釈なんで同意しててめちゃくちゃ広いでしょ。だけどそれやっちゃうとどうなるから、新規則の追加ってことで変えてしまったんでしょ。これ5年か6年改正でそうなったのよね。でそれもなんでそうなったんだっけ、ひとえに、ひとえに審査の迅速化だよね。審査の迅速化でしょ。用紙変更って言ったら広いから判断するのめちゃくちゃ大変なのね。衣装商標は広いと言ったって大したことないですよ。もう見た見かけだから、変わってしまったら用紙変更に決まってるのはなのね、大体は変わっちゃったらでしょ。だけど文言の場合ってこれは分かんないもんね、用紙変更と言ったって広いもん結構。でも新規事項の追加は狭いから、まあすぐ分かるのね。でこれもそうでしょ、なぜ補正却下になるんでしょうか。これもし規律通知を与えて応答させてしまうならば、なかなか査定おりないもん、早く査定したいのね。で補正却下になる、補正却下になるとどうなるのかな、元の状態に戻る。じゃあ衣装とか商品補正却下になった場合はどうなるのかな、多少違うよね、うん、うん。3月間査定はしないし、3月間は確定しないんだよね。それは服務者一貫ってあるからだよね、衣装ね、まあ、商標もそう。でも特許の場合はないんですよ、特許の場合はない。で特許の場合ないからどうなるのかな、補正却下になったその瞬間確定だよね、争えないんだから、それ自体それ単体について争えないんだから、手元のクレームに戻って元のクレームのままで査定ですね、査定されちゃうってことになるでしょ。切り査定になって早く終わってしまったってことになるんでしょ、ね、でそうなるってことね、争い方がないもんね。でちなみにちょっと聞いていいかな、衣装商標なぜ補正却下決定不審判ってあるの、特許なくなっちゃったじゃない、旧122条は 特許の補正却下決定不審判だったのね、もうないもん。でも衣装商標残ってるじゃない、で通常だったら残るのは普通だと思うんですよ、補正却下になったこれ行政処分ね、これに対して直接争うのは普通だと思うんですよ。だけど特許はなくなっちゃった、衣装商標は通常通り残ってるわけですよ。あれは普通の世界だと思いますよ、どっちかというと。なぜ特許はなくなっちゃったの、うんうんうん、特許はそうね、文言でなかなかね判断難しくって、まあ裁量の入る余地が高いのね、うん、まあ審査の裁量っていうの入る余地が高くってなかなか処理ができないんだよね。となるとまあ確定までは査定を受けてませんとか話になってるからなかなか降りないんだね。衣装商標は入り込む余地が少ないのね、だったら残ってもいいでしょうと言ってるんで、多分やってもほぼ無理ってことね、おそらくね、争ってもね無理かなっていう感じがするわけですよ、やったところでね。だから通常通りあるわけですよ、どこね。でじゃあ補正却下になっちゃったと、この場合についてどうやったら損ですかね、争えるんだっけ、担当やりましたよね、争えるので、次誰かな、はい、あ、規律査定不審判の中で争えるってことね、そうね、補正却下決定不審判ありませんから規律査定の中で争えるんだっていうだけだよね、どこね、まあ、それをやれるということなんで、一応争いなくはないんだね、まあ、行政処分が最終審ってことで絶対これやってはいけないことになってるからね、憲法の要請ですから争えるんだけど、それは付随的にやってるだけだよね、実際上はね、まあ、それでどうですかというと、まあまあ条文書いてあるから争えるんだでいいんでしょうけどね、どこはね、うん、
まあ、そんなことが補正のところでしょうかね。多分出てくるところってね、あるかなと思うんですよ。うん、で次が変更になるんだけど、変更ね、変更、出願変更なんだけど、なぜ出願変更っていう否定があるんでしょうかね。特許の変更ってどんな変更だっけ。特許の変更、特許法の変更、うん、日用資源から特許資源に変える、あるいは衣装から特許に変えるだね。でどういう時にそういうことをやるのかな。衣装から特許に変えちゃう、うん、それ言えばと、あ、そうね、それも言えるか。事業計画が変わって美的外観に取ろうと思っていたんだけど、技術で取ろうと思ったと言ったら特許ね。あとは日用資源から特許というのは、事業計画が変わってってですかね、でライフサイクル長くなってってことかな。で安定性高いものを取りたくなったんで特許に変更ということですかね。まあ、特許の変更はそっちだよね、本来ね。うん、でちなみにですよ、商標って変更できるんだっけ。商標の中に変更って規定あるでしょ。どういう変更を認めてます、変更って。通常から団体、団体から通常、一段から普通、うん、防護から商標ね、見たりしてるけど、どうしようかな、通常から団体等に変えるって場合どんな場合なの。変更、創作三法には変えることは不可能ね、対象違うからですよね。創作物ではないから、で商標の中で変えていくしかないんですよ、景色を。で通常から団体に変えちゃうってのはどんな場合なの。ちなみに使用しないってことが明確になったっていうんだったら変えちゃいますね、まあ、光線だけ使うんだっていう場合ね。あるいは地段から団体に変えちゃう場合どんな場合なの。地段から団体、少なくても光線は使うんだろうね。光線が使わなかったら団体とか地段できないもんね。でしょ、光線使わせるために普通取るのね、地段とか団体ってね。で地段から団体にってどんな場合、もう構成対応決まってるよね、地段だからさ、地域名プラス一般名とか、ね、そのやつね、文字商標だけですよ。文字に何かついたら地段にならないもんね。これなぜかわかる？そうそうそう、地段の場合ってこれ文字商標しかないのね。で特殊書では特殊書ではダメなんですよ。なぜかというと、なぜ要件あれが緩和してるかっていうと、文字商標だからでしょ。で構成対応が地域名プラス一般名とか地域名プラス官業表記って話になると、通常3条以降3号に該当しちゃうんだよね。でこれまずいってことね。三条以降クリアできないもんだから変えるってことね、地域団体で取るってことだけど、ただし構成対応ちょっと違うとか特殊だとか、あるいは他のものがくっついてるならば三条関係でクリアになるもんね。全然のみではないって話になるから、一段って文字商標だけに決まってんのよ、そこは。でそれを買いたいんだって、団体に。どんな場合、法人適格はどっちかというと、どっちが広いの。多分地団の方が狭いよ、団体の方が広いよ、おそらく。まあ、まだやってないけどね。著名性が出てきたといったらこれは多分変えるよね、団体に。団体で取った方が権利強いでしょ、移転できるもんね。移転できるところは試験対象になるってことね。あれ専用使用権の設定もできるって話になるんで、全然効力が違ってくるのね、うん、その辺はね。まあ、そんな場合についてやるんだってことになるけどさ、ね、じゃあ特許に戻って変更ですね。でまず実用試案から特許に変更するっていう場面ね、うん、これいつまでできるんでしたっけ。いつまで、これ担当と同じだよね。どんな場合に移転できる、変更できるのかなって聞いてくるわけですよ。ただ論文では前も言ったように、特許法で変更といった場合が実用試案に変更ねというのは一番最後に書くんですよ。今特許と言わないけど、特許で出願したというんだったら特許で何とかしなかったらいけないのね。
で最後の最後ですよ、立案に変更と書くのは、まあ、一番最後ね、まず特許で何とかしたいんですよ、絶対。あの出願人の意図もそうだろうし、その出願者の先生も多分そういう意図なんだと思います。最後に変更ですよ、うん、でいつまでできるんだっけ、特許から、実用試案から特許です、実案から特許、変更の時期、まずどっか考える指針ってあるよね。変更するとどうなっちゃうんだっけ、特許に変更すると、ああそうね、訴求すると、で訴求すると、あの元の出願がビッタラシになるので、特許って変更できたとじゃなくて、まあ、審査請求できないと入ってるだけってことになるんでしょ。そうなるとどうなってるのかな、期間って、出願から9年無月、実用試案から特許だよ、特許から実用試案じゃないよ、実用試案から特許だよ。でまず起点としては、その特許に変更すると訴求するもんだから、せっかくできたとしたって審査請求できないと取り下げになっちゃうんで、まずその期間だよね。だったら原出願から3年じゃないとまずいわけですよね、3年間、まずこれ原則。ただ3年間も実用試案でぶら下がってることがあるかというと通常ないんでしょ、なかなかない。だけどなんかいろんなことを繰り返すあるよね、分割がずっと乱用してるって言ったらあるかもしれないね、どこは、あるいは変更とか繰り返してるって言ったらあるかもしれないけど、まあ、特に分割かあるかもしれませんね。一応3年、じゃあ3年経過したら一切できないんでしたっけ、ん ?3 年経過しちゃうとできないんだっけ、ん ?6 月できる、うん、これ何でしたっけ、これ追加よね、追加、ね、46条の5項かなんかにありますよね、追加で、これがあるならば3年を経過してもできればいいってあるんでしょ。で追加であって不適従だから、これ、期間経過後6月までね、で問題解消から14日で在外者は2月ってことね、できますよね。で5時間できるってことになってるわけでしょ。あとは今度遺書だね、遺書から特許に変更したいんだって、この場合ってどうなってるんだっけ、遺書から特許に変更したいんだってこの場合、遺書から特許に変更したいのね、この場合はどうなってるんでしたっけ、じゃあ次はこのここの流れをやったから、次ここ、こっち、うん、出願から3年だよね、出願から3年、審査請求との関係において出願から3年だよね、出願から3年、じゃあ3年経過してもできればいいってあるんでしょうかって聞かれたら、遺書について記述査定、記述査定等本の送達をもらいました、ね、そこから3月間は審判請求できる期間だからやってもよいのね、3年経過していたとしてもね、やってもよい。でも3年間できないって場合もあるんでしょ、3年超えてもできる場合ある一方で、3年間できない場合もあるんじゃないって聞いてるんだけど、ありますかね、で分かる方は、これあの変更って拒絶査定副審判の請求と二者択一なんだって覚えるのね、二者択一で通常だったら遺書って3年経過する前に拒絶査定来るね、大体1年でしょ今期間って、大体昔は3年って言ってるの、今1年ぐらいで来るよね、来ちゃう。でその時に拒絶査定になってしまったらしいんですよ、であなたはどうしますかということでしょう。3年経ってないよね、あなたはどうします、その場合審判請求をするか抜けるかってことをやるんだよね、抜けるか。でそこで選んじゃったら、そこで審判請求を選んじゃったら基本的にもう無理よね、できない、そこはね、二者択一だからってことになるでしょ、基本的にできない。まあ、審判請求を選んでしまって3月間経過しちゃうともうできないよね、でもこれ選んでしまってもできる場合があるんだって聞くんでしょ、3月を超えてもできる場合がありますかっていうと、なんだっけ、二
二者択一だからさ、審判請求機関がこうなってしまった場合はできるって言うんでしょ。40延長だよね。40延長伸びてしまった場合についてはやってもよろしいってことになるんでしょ。やってもよろしいと、ね、まあそんなことになってるよね。これは時期よね、もっぱら変更って変更ね。あとは細かいことをやるしかもうないわけですよ。特殊な事例だよね、うん、前も少し喋ったと思うんですけど、あの東京から一勝利変更することは結構簡単、図面が出てればってことね。でそれ一方で特許から衣装に変更する、あ逆だ、衣装から特許に変更することは相当書いていないところ難しいのね、いろんなところに書いてあれば可能かもしれません。でも書いてなくて図面だけって言ったらこれなかなか不可能に近いからね、見たってわからないから。そこはでできたと言ったら多分相当書いてあったんだってことになるのね、前提として。でそれを見て問題解くしかないんですよ、特売って、ね。まあ、そんなこと言ったと思うんですけど、変更大体そんなところよね。もっぱら時期ですよ、もっぱら時期。あとは46条2って規定があるわけ、うん、自治用試案権に基づく特許出願だよね。ここさてさて、これなぜこんな規定が導入されたんでしたっけ。これ16年改正でしたっけね、確かね。16年改正だね。16年改正は自治用試案って 1,2,3 3つ買ったんです。何かありましたっけね、3つ買ったで使ってもらいたいんだね。自治用試案って2つあるのにだんだんもう下がっちゃってるから、件数がなかなか できたり使ってもらいたいんですよ。でどんなのが入ったんだっけ、3つあるの。 1つはこれ、あと存続期間が20年、今10年だよ出願から、今10年出願から。実は昔は出願から 6年ね、6年から10年になった、長くなったのね、うん、であともう一個なんだっけ、14条2の一項提出よね。クレームの厳粛っていう提出ができるようになったの、1回だけね、やってもいいと。それまで請求後の削除しかなかったのね。そうなると設定登録になった後対処することはすごくできなくて困ってたわけですよ。それが人気のないことに拍車をかけたのね。でそこで一項提出については1回に限ってできるように変わったのね。で3本セットなわけですよ。でも件数ってすごく少ないんでしょう、実際上出してる件数。まあ今はね、あのマスの需要だっけ、あれによってちょっと増加してるって書いてあったけど、まあ確かにね、通常だったらマスクなんか多分登録にならないからさ、自治用支援なら一応登録になって牽制できたりするからね、まあ、意味があるわけですよ。で登録になるかどうか分かんないのに持ってると言ったら、まあ一応抑止になるもんね。うまい使い方ですよ。でライフサイクルもどうせ短いしってことね、ほらね、まあ、うまい使い方ですよ。趣旨通りも使ってるよね今ね。いいんじゃないと思いますけど、それはそれで、ね、まあそれはいいとしてね。じゃあってことだよね、なぜこの制度があるんでしょう。そもそもこの制度がある理由です。理由、なぜこれ入ったの。これ出たことないね、論文式試験ね。でも出るかもしれないじゃないですか。これ出たことがないから出るかもしれないんですよ。なぜこの制度入ったのかな。自治用支援を利用させてもらしてもらいたいんですよ。だけど利用することがすごく難しいから、なぜ利用するのが難しいのかって書くのね。でなんでこれ難しいの、分かる方誰かいる。実用支援は無審査なので、登録までにだいたい2ヶ月から今3ヶ月間ぐらいかな、すぐ登録になるわけですよ。で登録になっちゃうならばどうなるか、ね、その間に補正ってほぼできないね、直そうと思ったって。あと変更、これも長期継続中じゃないと、出願はね長期継続中じゃないとできないから、ほぼ選ばないってことになっちゃうんだね、よくないと。実用支援登録になった後も放棄を前提として特許に変えることができるんだったら、まあ使っても良いかなってことになるんでしょう、とりあえずね、うん、まあどうかね。でそれで特許に変えちゃうと本末転倒だけどね、やってしまったら。でも一応そういう趣旨があるんでしょ、とりあえず出してくれと、実用支援でと、ね、いうところがあって、それできたんだよね、うん、でじゃあこれが、できなくなる場合ってどんな場合なんだろうね。これできなくなる場合、できなくなる場合ね、こうなっちゃうともうできなくなりますったんでしょ。できなくなる場合いくつか書いてあったね、いくつか、これ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 ってあったね、3つか4つあったね、この場合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 4つあったね、4つ。どんな場合、
4つだったよね。これとこれとこれとこれ4つ、これ経過しちゃうともうできなくなっちゃうんですって言うんだよね。でも特例があってってまた聞くんでしょ多分担当はね。どんな場合ですかね。あれほらまずさ、これ変えちゃうと特許出願になるじゃない。特許出願になるならば何かしないと特許出願ってなくなるよね。だったら当然あってなりません。出願から3年だよね。経過しちゃうと、いや審査請求できなくなっちゃうからさーって話でしょ。そうなると困るから一応3年だよね。3年。でもこれってこういう手もできるって場合あるんだっけ。3年、さっき何かあったよね。特許から実用試案から特許の変更って一応3年間なんだけど、追加だったよね。これ実用試案登録出願のこれなんちゅうこれなんちゅうのこれそのままの形でしょ。延長形みたいな感じよね。どっちかというとだったら3年って追加って当然あるんじゃないってなりません。例外だよねそこはね。じゃあ一応3年間と言ってるんだけど、例外があって追加って規定があるはずに決まってるわけよ。分割あの変更でそうなってるんだから、変更のこれアリューでしょ。言ってみたらアリュー、ね、登録になってしまうと手も足も出る、手も足も出るなるから、これはもうそれしかないってことね。そのアリューだもん。だったら3年経過したとしたって追加ってあるんじゃないってことになるね、うん。まあ、これ例外だけどさ、通常3年経っちゃうともうできなくなっちゃうね。まずこれが一つ。あとは何だっけ、こうなるとできなくなりますだったね。うん、自ら評価書を請求するとできなくなっちゃうんだよね。理由は2つ。何？審査を2回することになるから。そうね。1つは評価書を請求してみると、でそれを見てうまくいきそうだったら審査請求するんでしょ。特に変えて2回やるんだよね。ずるいってことね。これが1つ。あともう1個は、で自ら評価請求したってことはどういうことなんですかね。立案で権利行使をするんだね。であれば特許に変えてしまうのはどうかなってことがあるんでしょ。審議則に戻るっていうのね、うん。となるとそれやってしまうともダメなんだよね。じゃあいくよ。じゃあある請求項については評価請求やったんだって。ということはね、ある請求項、まあ、評価書って請求項単位ごとにできるじゃない、ね、大請求項について評価請求やったんだって。そうなると大請求項について意思を表したわけですよ。僕は実用試案って、あ実用試案で行くって。でも第2第3請求項について僕は意思を表しているわけではないんですよ。じゃあこの場合って第2第3請求項については特許に変えちゃっていいの。タイム切ってくるよね。ないよそこ。できない。なぜできないの。分割はだってもう登録になっちゃったら分割はないよ。権利分割で商標しかないもん。創作三法は出願分割あるけど権利分割って規定はないもん。創作三法にはないでしょ権利分割って、うん、なぜな、なぜなの。んこれさ、請求項単位ごとに何かあるって言ってるのはどっかの規定がないと絶対できないんだよね。名分にちゃんと特許権だ、特許権全体で特許権じゃないの普通は。特許権って例外として書いてあるものってあるよね。どこにあるかといったら、例えば評価書請求項単位にできるとかさ、あるいは異議申し立て請求項単位ごとにできるとか、あるいは訂正審判ね、あれも昔はなかったんでしょ。なかったら権利も単位しかないわけですよ。でも請求項単位できるって書いてあるからできる。あとは雑草に書いたのね。でそこになかったらできないんですよ、ね、できないってことだから。できないんですよ書いていないから。そこはね、中に書いてあるか雑草にありますね。185条、まあ、そこになかったらもうできませんから。ただ聞いてるのはそこだよね。ある請求項について評価請求をやった、その請求項については僕は実用者に行くってことを意思を表してるわけですよ。でも残りの請求項については僕は何も言ってないんですよ。だったらやってもいいじゃないって聞いてるんですよ。やってもいいじゃないって。でそれはダメなのね、やってはいけないと。そういう規定がないから、ね、でありますね。あとは他人が評価請求をやったって言えばいいね。これはどうなるんだっけ。うんうん、30日を経過するともできなくなるんだよね。
でこれは三十日って言ってるのはなぜ三十日なのかな、でまたなぜ他人の場合についてもダメって言ってるのかな、これ二つあるよね。でさらにこれ例外ってあるかって聞くのね、また担当だからさ、うん、他人がやってなダメな場合はなりすましだよね、僕はやらなくて家内にやってもらうんだね分かんないじゃない絶対、そしたら佐藤なんて腐るほどいるもんね分かんないじゃないですか全然そんなこと ね自分でやったらなんかちょっとまずいかなと思うけどね、出願やったりするとね、リサーチしてあ出したって言ったらさ嫌じゃないですか、なんか言われてもね、なんか表説的ななんか出したとかね言われそうな感じするじゃないですか、狙ったなとかね言われても嫌だから出さないけどね自分では絶対に、うん、やらないけど、でも家内が出願したら分かんないもん絶対、そんな腐るほど佐藤なんかいるもんね、そんな名前まで知ってるわけじゃないからさ、いるじゃない、どう見たってね、なりすましいって事案があると、だけどそうじゃない場合もあるんでしょ、となると一応すぐって言ったらちょっと困るよね、やはり30時間ぐらいないとダメなんだよね、だから30日って言ってるんでしょ、本当になりすますかどうかって分かんないもんね、そこはそんなの分かんないじゃないですか、だって佐藤なんて腐るほどいるんだから、金がやったからだね、こんなものは、だから一応判断するためには30時間ないと困るんで一応30日と言ってるわけでしょ、でもこの期間って何かに近かったね、例外ってあるね、絶対なんだろう、40延長ね、法定期間の30日だったら40延長がある、40延長あるんだったら次またあるよね、なんだっけ追加があるとセットね、これ例外ってことになるよね、でこれも同じだよね、ある請求項について他人がやった第一請求項、じゃあ第2第3請求項についてどうでしょうかというと、もうできませんっていうのはね、これもねできません、例外ないからですということになりますよね。あとは最後どんなんだっけ、もう一個あったね、うん、審理終結、無効審判で当別停止期間経過した場合についてはもうできないってやつね、当別停止期間ね、それも最初の答弁所定期間ってなったのね、最初、うん、最初無効審判とか請求後負担にできるじゃないですか、ね、だから遅れて第一請求後やって第二請求後やったわけですよ、別審判事件としましょう、で一番最初の審判事件について第一請求後について答弁所定期間与えられたわけですよ、これ経過しちゃうともうできなくなるんでしょ、一切できないね、ただ請求後であろうが何であろうがやってはいけないってことになりますよね、この聞いてくるよね、そこもね、時期はそうなっている、時期ね、時期はそうなっている、ね、そしてですよ、そしてまず要件だよね、じゃあこれやるためには何かしなかったらいけないんだね、何かしなきゃいけない、何をするんだっけ、まず実用新案件になっちゃってるから何かしないと書いてはいけないんでしょ、変えるって言っていいのかな、置き換えるって言ってるのかな、変更とは言わないもんね、これ置き換えをするんだよね、何かをする、何をするんだっけ、放棄をするんだよね、放棄をしましょうと、うん、放棄をするんだけど放棄をするんだけど、うん、放棄をするんだけど一定の社の承諾取らないと放棄やってはいけないってことになってるんだよね、うん、これ、例えば利害関係人なんだけど専用実験者の場合は放棄で2つ取りましょうってことになってるのね、これ一体なんだっけ、他の、うん、あいいっすよ、うん、放棄の承諾と評価請求できないっていう承諾を取ることになってるわけね、これがないとダメなわけですよ、なんかね、まあ、そうですね、うん、そして置き換えるんだけど、これ置き換えたことによって訴求するんだけど、どういう件だったらこれ訴求するんだっけ、要件として、要件訴求しますよね、客体的同一性があるならば、そこどこ見るの、客体的同一性って、うん、まずは登録時の明細書を全体見ますよね、で置き換えのものが同じかって見るわけだよね、通常そこによって訴求することになるけど、まあ、それは登録になっているものを基準としてやるので当然そうなるでしょう、訂正審判もそうだよね、
訂正審判って前提が登録になったものについて訂正ってやるんだよね。当初の話ではないから、基本的には訂正審判って、まあ、設定登録になったものを訂正するわけだから、設定登録になったものを基準として訂正ってやるんだよね。正しいかどうかもそこで見るわけですよ。ただ例外があってって言うんでしょ、訂正審判ね。まだやっていないけどさ、ご記憶の訂正は話が別とかね、なんか言ってきますよね。まあ、それなぜかって、まあいいとして、今はね、いいとして。まだやっていないからさ。で通常であれば、登録になった実用試案件の内容について置き換えれば、訴求するんでしょ。だけど、実用試案の場合って、これこれだから、出願当初を見ないといけないって言ってるんだね。無審査だからってことね。で、その被った部分がなれば、なりますってことになるわけね。なります。ということになるわけですよ。ね、であとは同じだよね。中身としてはね、うん、でこれがまあ46条の2ですかね、うん、そんな問題とか担当問題もそれですよね。あとは侵害系、侵害系はそうですね、今日ねちょっと話をしたと思うんですけど、間接侵害で独立従属という規定があるわけですよ、考え方が、ね、で通常だったら独立説に決まってるじゃん、条文見たってどう見たって従属関係はありますよ、どこにも書いていないでしょ。業務の分離は間接侵害者がこれをやってしまった場合は侵害で見なすんだって書いてるだけよね、うん、でちょっと聞きたいんだけど、じゃあ従属を取る見解ってなぜそういう見解を取ってどうやってそれを凌駕していくんでしょうかってことです。凌駕です、まあ、本当はそれを書けば論文の論点となるんでしょうけどね。本当は あれ独立でしょ、書いてある条文を見るとどこにも書いてないもん。直接侵害ないと間接侵害問えませんって一言も書いていないですよ。で立法者の意図はこれなんでしょう。僕今日喋ったと思うんですよ。立法者の解釈はどっちかというとこっちだったと。それは立法の答申に書いてありまして、昔々のやつ見ると書いてありますよ。だけど学説であったりとか、あるいは判例によって少し変わってしまってというんでしょう。従属説という見解がありますっていうんでしょう。で従属説はなぜあって、なぜあとどうやってこれ読んでいくの、この条文って言ってありますよね。なぜ従属説っていう見解が出てきたのかね。それさ、どっちかというと従属じゃなくて独立の見解よ。特許権は侵害されやすいので、どっちかというとその前段階で処理をしたいんだ、であれば保護を強くしたいんだ、保護を強くしたいんであるならば直接侵害なく、直接侵害なんかなくったって当然前提としてのものを処理ができないと後で困るんだって言うんだったら保護を厚くするんでしょ。どっちかというと独立ですよそれは。で従属の考え方はどうなのかね。でだから独立の先生はそれを言うんですよ。まず条文の分離一つ、あとは趣旨だよね。なぜ間接侵害って規定があるんでしょうか。本当は侵害ではないんでしょ。で見なすのはそれはめちゃくちゃ弱いからに決まってるわけですよ。でもう侵害してから元に戻すことはすごく難しいのね。だから前段階で止めるんだってことを言われるわけですよ。でこれに対して従属の見解ってどう言っていったらこれ成り立つのかね。業務から読めないじゃない、読みだって読めないじゃない、どこに書いてあるの従属って。で今年にしてはこれ書くかどうかは別としてね、書いたら書いたら加点かもしれないしね、そこは論じろと言ってるんだから。面白い問題よね。どういうもの、そしてなぜそういう否定が出てきたんでしょう、どういう考え方が出てきたんでしょう。僕今日言ったと思うよ、101のところで。これさ、どっちかというと保護と利用の調和といったらどっちに傾いてんの、今の独立っていう見解は。特許一条ってさ、保護と利用の調和と言ってるんでしょ。でも独立説ってどっちに傾いちゃってるのかな。保護の厚いんだよね、保護は。だけど独立の先生はそう言わないんでしょ。具体財産はめちゃくちゃ弱いからこのくらいやらないとバランスは取れませんって言うんですよ。形式上は強く見えるんですよ。でも対象が弱いんでしょってことですよ。弱いんだから厚くしないと実際上の均衡を保てませんって言えば、まあうまくそこは処理できますよね、言うんだったら。まあ物は言いようですから、何だって言うわけですよ、ね、でこれに対して従属の見解はなぜ出てきたのかね。そうするといろいろあるでしょう。
従属って限界、バランスを取りたいんだよね。でこれ例外だもん。それも直接侵害もないところに間接侵害はって続くことはないってことね、一般的に言えば、いわゆる予備的な行為だからね、これ予備罪に近いですから、これはもう直接侵害ないところに予備ってことはないよねってよく言うわけですよ、で直接侵害も弱気できないところに間接侵害といったら仕方がないでしょって人もいるからね。あとはバランスを取りたいんですよ、一番はバランスを取りたい。でそうなると分離、これどうやって呼ぶんですか、分離、101条の分離、分離バランスを取りたいんですよ、頭の中にあるところで。多分その先生方のね見解は、多分バランスを取りたいんだと思いますよ。形式的にもバランスを取りたいって言ってるのね、多分ね、お間違いはないと思うんですよ。そこでとなると、じゃあこの分離でどうやって読むんですかね、分離、分離読めないじゃん、どう見たって直接侵害いるなんて、書いてないよ。直接侵害なかったら間接侵害取れませんって、どこに書いてあるの、分離上。それ独立説の根拠だよね、ないと、そんなものはどこにもないと。確かにないですよね、どこにもないって言うんですよ、分離。どこに書いてあるのかね、書いてある、多分書いてないよ、どこにも。101条見ても、どこにも書いてないなと思うんですよね。どうやって理解するの、多分さ、これ僕クレストに書いてあると思うんですよ、構成要件の一部に過ぎませんって言うんですよ。構成要件の一部についてしか書いていませんってのね、理解わかる、それわかります。例えばね、これ今さ、僕これ持つじゃん、これ何罪の既遂、着手、窃盗、あるいは器物損壊、これ刑法に書いてないよ。これどの意識で持ったかによって変わるんですよ。これこれ持ちましたと、窃盗かもしれないよ、盗もうと、まあ、これ重たいからちょっと持てないかもしれないけど、もっと小さいものだったら持っていこうとするんじゃないですか、持ったと。窃盗かもしれない、あるいは器物損壊かもしれません、壊そうと思ってるかもしれないので、これは構成要件に実は書いてないの、それって刑法でもね。だったらこれ書いてなくても一応一部書いてるだけだと言ったっておかしくはないと思うんですね。でそういう人もいますとやれば、別に書いてなくても読めるってことになるね。あるいはあの前言ったっけ、罰則、罰則、これ何でしたっけ、罰則の関係でと、これ言われちゃうと弱いんだよね、罰則、予備罪ね、予備罪って実行着手に入る前の話なのね。だから普通はさ、既遂未遂で実行着手をします、実行着手に入ったと言ったら既遂か未遂しかもないんですよ、ね、あのいわゆるあの結果犯であるならば、これ結果生じて初めて既遂、その前で終わったとか因果関係なくなってしまうならば未遂って言うんですよ。どっちかしかないんですよ。で普通は既遂しか処罰しないね、未遂だって例外ですよ。その前段階について処罰をするのはもっと例外、超例外ってことになる。でこれを刑法で罰しているのは何でしたっけ、殺人だとか、あと、外観、外観の意味ね、外観、外国と測って日本を転覆するんだってやつね、こんなものないですよ。あと内乱予備、内乱、革命を起こすってことね、聞いたことないでしょ、こんなもんね、内乱予備。あと、殺がなし、身代金、殺がなし、殺がなし、外観予備、内観、内乱予備、あとは通貨偽造予備かな、そんなもんあるのね。そのようなものしかないんですよ。で、これ特許権の侵害って何指なの？窃盗の指だよね。で、窃盗指なんて刑事罰ないんですよ、そんなものはね。で、それと被験できるほど違法性があるかというとないと。やっぱりそれ直接侵害なかったらやっちゃいけないんじゃないってことになりそうな感じするのね。そう答えられちゃうと、やっぱそうかなって思うわけですよ。そこはね。で、今回のまあ問題ってさっき僕言ったと思うのね。一緒。あったじゃない。あのスモール A とスモール B ね、部品で、あのなんかこの顔がこうやってローラーってあるでしょ、こうやってほらやるじゃないですか、顔が小さくなると細くなるっていうのね、俺もあるもん、一人で小さくならなかったら全然顔大きいからこうやったんですよね、吸引するような感じがするの、するけど、だけど別に顔が小さくなった記憶は全くないのね、やるじゃないですか、こうやって
で、まあ、ローラーがあって持ち手があってって言うんでしょ。でさらに内部に何か部品があるんでしょ。なんか吸引するような、なんかちょっと分かんない、あるんだよ多分ね。でその部品を作った人がいて、それ外部から見えないのが A、 スモール A。 でそして B は 外部のこの持ち手部かなんかローラーかなんかの部分なのね。これ見えるんですよ。でこれ作った方がいらっしゃるわけですよ、ね、であと輸出をしているとか言うんでしょ、ね、でこの行為はどうなるんでしょうか。 A は外部から見えませんっていう話なんで以上の要素にならないのね。で38のところに多分さっき、まあ、今日やったように書いてあったね。美観なんとかって書いてあったね、あそこね。38のところのみなし侵害の不可欠品のところに書いてあったと思うんですよ。でそうなると見えない以上は完成侵害にならんね、あれね、どうあれ。で問題は、外部から見える部分ですよ、 A、 あ B か、スモール B、 あれはどうなるんでしょうって書くんでしょ。どうなるんでしょう。あれ聞いたのなんだっけ、輸出となんだっけ、製造使用だっけ、製造と輸出も聞いたっけ、なんだっけな、製造と輸出だっけ、うん、輸出だけだっけ、聞いたのって製造してなかったっけ、製造と販売と輸出だっけ、なんかあるんだよねそこね。で条文規定から言うならば製造と、販売は一応完成侵害になるんだよね、条文上ね。輸出はならないっていうところですよ。でこれどうやって解くんでしょうかっていうところが問題だったんでしょ。問題としてはさ、これどう書いてもいいんだけど、論じるんだったらさ、論じるなら僕言ったよねそこね、直接あの従属説だったら書けますと簡単に、それはそうやって論じてもらってもよいし、もし独立で書くんであるならばどう書くんでしょうって言ったと思うね。で自分の言葉で書くわけですよ。でどう書いたの、ちなみに。いわゆる国内の範囲を超えてしまうってことでしょ。これが強くなるってでしょ。海外まで行くっていうのは良くないってことを言うんだね。判決に書いてあるよね。その意味わかる。抽象に書いてあるだけなんで、あれ意味ちゃんと説明できますかって聞いたのね。今日ね。確かに言ってることはなんとなくわかるんですよ。それに書いてある内容って。でもそれ判決文書いてあるからわかるんですよ。言ってみたら。その先生書いたらそうだよってなるしかないもんね。ああそうなんだって思うんだけど、あれコピペして書けば受かるんでしょうけど、本当に分かってるのかなっていうことですよ、ここね、うん、であれって今日僕言ったと思うのね、あの海外でもやってる行為は侵害ではないと、部品の供給の輸出は書いていないと。で一応書いてあるのは生産とか、あと譲渡だっけ、これ書いてあるんだね、これ書いてあるんだけど、これあの独立だったら模擬することになりそうだけど、やってみるかなってことですよ。やってみるかなと。でこれ難しいよ ね。直接侵害なくってその前提たる輸出って予備でしょ。予備はこれ侵害ではないと言ってるわけですよ。でその前の生産とか譲渡行為予備の予備だもんね。だったら模型やってはいけないのよ。でそれは多分言いたいんだろうね。それは判決でそう言ってるだけですよ、おそらく。でそう書いてははるかに良かったのかなと思うところですけどね。確かに判決はそう書いてあったりするので、書いて間違いではないし多分受かると思うんですよ、そっち書いた方が。だけどそれどういう意味ですかと聞くと、今言ったように止まるよね、おそらくね。でも独立説だったら本当はなるでしょう。従属だったらならないってことが書きやすいのよ、簡単に。でも独立だったら条文上なるもんね、関係ないんだってことになるじゃない。だけどなぜそうなってるんですかと、まあ書けるかどうかですね、どこね、うん、そこがポイントでしょうね、あの試験の問題でね。難しいなと思うけどね、うん、だからそれもなんだろうな、あの今日言ったけどリーガルマインドですか、これちょっとおかしいなって思うところがないとダメなんだよね、そこのところね。もうおかしいなと分かれば多分気づきますよ。で気づいたら考えることができるんですよ、ね、あとは問題文を早く読むことの訓練をするのね、論文ね。そうすれば多分試験は受かると思うんですね、うん、ということですけど、次回どうしようかな。次回もあの論基礎のところをやりましょうか ね。あの論基礎やったところの単元をやれば、だいたいこれあの論基礎の授業で僕2時間しかないから、ちょっと全部これ語り尽くせないわけですよ、全然。で皆さんの応答を見ても分かんないのね、どうな
どうなのかなってね。でこれ僕読んだところで響かないのよ全然。書いてる内容だから別に。でこれ担当に説明したとしたって担当と被っちゃうから、あ、意味がないんですよと思ってんの個人的には。だから講義って聞いた方がいいのかね今みたいに。大体分かったわこれで、あ、このくらい分かっているのか分かってないのかってことです、レベル的にはですね、うん。で多分これ聞いてる方もそういう方もいらっしゃるのかもしれないので、次回はこの続きだから、次回は今間接侵害とか直接、あとね直接侵害とかちょっとやりたいところがあるんです。これを少しやって、あとこれに従ってですねやっていこうかなと思うんだけど、これは何だっけ次あるのが、侵害とか間接侵害、まあこれいいんだけど、あと保証金請求権ですね。保証金請求権とか、あと69条の試験研究ですかね、出てくるので、試験研究、あとは実施行為出てきますね、実施行為ね、この辺ですかね。これ見ていこうかなと思うんです、実施行為で。これ担当の問題もたくさんあるだろうし、あとは69条の試験研究も問題としてあるだろうしね、これも含めて次回やっていきましょうかね、うん。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思ってます。お疲れ様。